まあそれに伴いその米を作る、えー、農業をするためのそれまでなかった特別のの道具といいうものが生ままれていますその初期のものは現在のスコップとそう変わらないようなものでその刃先にはあの石,石でありますとか動物の肩甲骨を使ったようなショベルを作っておるのですがそれが急速にこういうような。 最近まで日本でも農村では使われていないものと変わらないような道具がこの中国の親戚時代の中で非常に短期間に生み出されていくというこの米作りということが非常に急速に発展していったということをこう読み取ることができます。